はようございます。久しぶりのちょろちょろラジオです。久しぶりっていうか、明けましておめでとうございますよね。今年初めてじゃない？もうじき2月よ。あんた何してたのよ。知ってるけど意地悪だな。そうそう、実はね、ちょっとなんか寒く感じたし、具合悪いなって思って、ほら、お客さん家に行く仕事だから念のため検査受けたのね。そしたらなんと陽性だったんだ。びっくりしちゃったよ。びっくりしたのはこっちよ。あんたヤモリも陽性になるのね。そうだね。でも動画休みますって伝えたら、みんなからゆっくり休んでよくなってねってあったかいコメントいっぱいもらったじゃない。嬉しくてびっくりしちゃったよ。この場を借りてありがとう。私は大人になってから風邪ってひいたことないわ。でどんな感じだったのよ。関節が痛くて、であとすごい寒く感じて、そのまま喉が腫れてっていう、まあ、僕にとってはいつもの熱が出るパターンだったんだよね。誰かからコロナのウイルスをもらったから寝込んだっていう感じじゃなくて、体が弱った時に、なんかそこら中にあるウイルスつけ込まれたみたいなイメージだったよ。まあ私も含めて周りはみんな陰性だったもんね。そうなんだよね。僕、事務所とお客さん家にしかほとんど行ってなかったのにね。いろんなケースがあるんだろうけど、僕が感じたのは弱ったからやられたっていう気がしたから、やっぱり日頃の体作りとか睡眠時間とか食生活、まあこういうのが大事だなって思ったよ。ウイルスはこの辺だともはやそこら中にある気がするしね。そうね、無症状の人も多いのに、今の感染者数ってことは都市部だとウイルスはそこら中にありそうよね。結局負けない体が大事なのね。でも僕の時は発症から隔離期間10日間だったんだけど、こんなに休んでいいのかなっていう罪悪感もあったね。でも無理すると周りに迷惑かけるかもしれないっていう状況だったから、ある意味休みやすかったけどね。まあ壁チャロは休みでもいっつも事務所で何かしてるから、結局休んでないのよね。ゆっくりするにはちょうどいい機会だったのかもよ。後半はだいぶ復活してたんでしょ。何してたのよ不思議なんだけど、将棋の YouTube いっぱい見てた。はあ、あんたみんな心配してくれてた時に将棋。でもあんた将棋なんてやってたかしら。小学校の頃はね、実は好きだったんだけど、大人になってから全然やってなかったよ。なのになんでだろう。まああれね、子供の頃風邪ひいて変に時間があると、私も古い仲良しとかマーガレット出してきて読み返したりしてたもの。それと一緒よね。ああ、わかる。病気はある意味非日常だよね。姉ちゃんも日常ではありえないぐらい優しくなったりするよね。そうかしら。そんなことないわよ。ほら、インフォメーション行くわよ。みんなお花で驚かす。はい。今日は大阪市立自然史博物館の地球を支える仲間たちっていう植物の特別展の案内よ。1月14日から4月3日までやってんの。今はコロナで制限があるかもしれないから、事前に確認した方がいいかもしんないわね。あ、これなんか見たことある気がするね。僕、同じの上野でやってた時に行った気がするよ。どうだったのよ。変わった植物の紹介とかいろいろあったんだけど、生存戦略とかもあったね。生存戦略ってそれだけでドラマチックなんだよ。どういうこと？分かりやすいので言うと、例えばツル植物ってあるでしょ。ノウゼンカズラとかフジとか、ああいうのの生存戦略はね、植物っていうのはほら、上に行くほど日光を浴びやすくて光合成がしやすいんだけど、自分を支えるための幹を作ってたら出遅れちゃうから、最前線で戦うために幹を安定させる基本的な組織作りっていうのを諦めて、その分何かに絡みついて太く安定することを諦めた分もどんどん芽を伸ばしていくっていう戦略なんだ。あら、ずるいわね。大木を利用して早く上に上に前に前に行っていくんだね。そう。でもこれはツル植物だけじゃなくて、人間界でも実は同じようなことをしていて、考えようによってはね、スマートフォンの生産はしないけど iPhone のケース作ってるっていう企業の戦略も
まさにこんな感じだよね。そう考えると面白いでしょ。あら、強いものに乗っかる商売のことね。もっと深いいろんな戦略があるから、よく調べると本当に面白いよ。こういう話好きな人はほら、前に作ったどんぐりの動画も楽しめると思うから見てね。ああ、どんぐりが実は森を支配してるっていう衝撃の怖い話ね。そう、この植物の特別展、この展示では他にも食虫植物のこととかいろいろやってたと思うから、近くの人で時間があったら行ってみてね。もう一回場所と時期を話して。大阪市立自然史博物館で1月14日から4月3日までやってるのよ。次はみんなのコーナーだ。へい。前回質問コーナーで聴いてる音楽の話したじゃない。カーペンターズとか、みんなが聴いてる音楽も教えてもらったよ。かなちょろさんだよ。普段はインターネットラジオでトップ40とかですが、真夏の草抜きなど気合を入れるときはマイケル・ジャクソン。どんな過酷な作業でも青に合わせるとストレス発散におすすめです。それよりも音楽聴きながらガーデニングしていると、宅急便屋さんとかに気づかず迷惑かけているのは私だけでしょうか。わかるわ。でも最近はアマゾンとかだと問答無用で置いていったりしてるわよね。そうかも。あ、このなんか宅配物、この感覚もここ 2,3 年でだいぶ変わったよね。社会の価値観っていうのも変化してるね。そうね。マイケル・ジャクソンはいいわね。でも雑草抜いててちょうど青のタイミングでクリスマスローズだったらどうすんのかしら。勢いで抜いちゃいそうよね。抜くね。下手したら花が残ってても勢いでいっちゃうかもね。危険だ。危険ね。次はかよちゃろさんよ。趣味でもガーデニングでも椎名林檎さんとか宇多田ヒカルさんのアップテンポを聞いてテンション爆上げして作業してます。かっこ笑いですって。へえ、結構みんな涼しい顔でクールにガーデニングっていうよりも気分上げてホットに作業するんだね。意外ね。コクチョロさんもラットウィンプス聞いてるんですって。いい声よね。あー、でも作業するときは BGM 的なものが多いのかなって思ったんだけど、意外とみんなしっかり聴き入るような音楽が多いね。寄せ植え作ったりとかだと情熱的な感じのものが多くなりそうだね。意外な発見だったわね。うん、ま、僕は実際は音楽聴かないで作業することの方が多いのかな。なぜか音楽って聴くときはよく聴くし、聴かないときはずっと聴かないんだよね。ああ、それは年を重ねてきた証拠よ。そうなの？そうよ。若い時は何する時も音楽かけたでしょ。あれは恋をしているから音楽の歌詞が染み入るのよ。そうなのかな。多感な時期は音楽の価値が高まるの。でも年取ったら感情の変化が少なくなるから音楽聴くことも減ってくるのね。そうなの？悲しいね。そんなことないわよ。人はそれを落ち着いてきたって言うのよ。なんかもう姉ちゃんワールドだな。引きずり込まれそうだから質問コーナーに行くよ。今日はどんどん答えるよ。次は質問コーナーだ。はい、キムチャロさんよ。こんばんは。いつもお世話になってます。こちらこそいつも聞いてくれてありがとうございます。庭に芝生を植えてあるのですが、お庭をもう少し明るくしたくてお花などを植えたいと考えてます。できればプランターは使用したくないため、一緒に植えても大丈夫な植物がありましたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。うん、ま、消えちゃうものとか弱いものは芝に飲み込まれちゃったりするよね。だからエッジ剤立てたり、こまめに芝と植栽のエッジをカットしていったりっていう作業もあるね。でもキムチョロさんはこの境界をナチュラルにして両立させたいっていうことだろうから、そうすると低木とか花木とかの方がいいかもね。もしくはカラーリーフとか、まあ、低木で宿根草だとしても少し大きめで芝と争わないようなやつがいいんじゃない。具体的にはほら、雪柳とかリガストラムとか、宿根草だと大きめのセージとかかな。これによって影になる部分もできちゃうだろうけど、芝が育ちにくくなってもそれはそれ自然に任せるっていう感じでね。あともう一つは芝生の雑草って言われたりもするんだけど、イングリッシュデイジーもいいかもよ。種まいても面白いんじゃない。
綺麗な芝庭目指してるっていうなら別だけど、芝に他の植物が混じってても緑のグランドカバーになればいいって思ってるならありかもよ。なるほどね。次はムトチョロさんよ。庭のリニューアルに悩んでます。和風庭園を洋風の庭園に変えたいのですが、ある樹木はなるべくそのままにしたまま、グランドカバーや下草を変えて効果的に雰囲気を変えられる植物を教えてください。ちなみにうちに植えてある樹木はヤツデ、ドウダンツツジ、アセビ、コニファーです。こういう悩みの人も多そうだよね。そうね。経験からいくと、今ある樹木はそのままにしてっていう部分も、抜かなくても樹形は見直してもいい場合っていうのもあるよ。ムトチョロさんちはわからないけど、例えばドウダンツツジとかって刈り込み剪定って言って丸くしたり、アウトラインでほら刈り揃えるような管理って多いんだけど、自然樹形にすると雰囲気がガラッと変わって、それこそ下草が和風じゃなくても似合うようになったりするよ。そうなの？うん。椿とかもそうだよね。カメリアね。まず管理方法が和風に寄っていないかっていうチェックも必要かもしれないね。あと今の庭がどの程度和風かっていうのも大切かもね。例えば完全に和風の灯籠の前にオールドローズを持ってくると、和風から洋風に寄ったっていうことよりも、実は和風は和風で強いまま洋風も強く出ちゃって、オールドローズと灯籠が喧嘩して見えちゃうっていうこともよくあるから、おすすめなのはまず、樹木を自然樹形にしたとしたら、そういう自然な感じに合わせて和も洋も感じさせないようなナチュラルな、個性が強すぎない素朴な下草とか低木とかを選んで、和風に見えるお庭をまずは植物で素朴に見えるっていう感じにするのが、喧嘩しなくて馴染むから結構ね、トータルでは雰囲気が良くなるかもしれないよ。なるほどね。ちょっと分かりにくい答えになっちゃったかもしれないけど、和風が残ったまま無理に洋風の要素を足していくっていうよりも、一度素朴にしていくっていうのはいいと思うな。じゃあ喧嘩させないってことがポイントなのね。あ、そうかもね。姉ちゃんに来てる質問はコマチョロさんからで、私はお姉さん推しです。みんなにお姉さんのことを広めています。これからも応援します。だって。質問っていうよりもこれ何？あらー、コマチョロさんでかしてるわね。でかしてるって何？いや、でかしたって過去形じゃない。コマチョロさんは今も広めてくれてるんだから、でかし続けてるのよ。でかし続けるの？カベチョロも今年はもっともっとでかしなさい。でかすって何？でかしたの語源って、しでかしたとかなのかな？あ、それは悪い時に使うじゃない。じゃあ、大層なことをしでかしたとか、いい意味の、そんな感じ？知らないわよ。語源なんて考えずに、もっとフィーリングで表現しなさいよ。姉ちゃん、フィーリングすぎるんだよな。でも、今年はカベチョロガーデンクラスは、いろんな人からでかしたって言ってもらえるようになりたいね。だからやっぱり姉ちゃんが言うように、でかしたいね。でかしましょ。あんたは正月早々カベチョロン株でしでかしたって感じだったけどね。あ、何カベチョロン株？あ、オミクロン株の話。流れが悪いから今日はこのぐらいにしておこうかな。今日はカベチョロン株についてとことん話し合うんじゃないの？ないよ。何カベチョロン株って。続きは次の動画でね。はい、最後まで見てくれてありがとう。チャンネルを応援してくれるときは高評価、グッドボタンとチャンネル登録をクリックして、カベチョロの新しい動画をお知らせするベルのマークの通知もオンにしておいてね。